あ、来た。待ってください。今開けますね。Hello. こんにちは。ありがとうございます。これ全部私のよ。すぐにリフォームするからね。What? 何をするつもりなのかな。 Let's go. 手袋をつけて始めるわよ。完璧なベッドの作り方を覚えてね。あ、危ない。気をつけて。大丈夫よ。続けるわ。大丈夫？大丈夫よ。作業に使える部品だって見つかったの。ここに置いておくわ。もっとあった。次はドリルの出番よ。あ、だから気をつけてって。大丈夫よ。ゴミは私が処理するわ。ほら見て、簡単でしょ。こんな感じ。あ、私ってすごい。出来上がりよ。すごい。私もそうしたいわ。お金があればそんなの簡単ね。もう来たの？どうぞ入って。はい、お金任せてください。ありがとう。何それ。あー、重かった。すごい。そんなにびっくりしないで。私のベッドが世界一なのよ。よく働いてくれたわね。ありがとう。よくやった。これで終わりだ。アーサム。いいね。あと少しだ。目を大切にしてくださいね。羨ましいでしょ。あ、なんか座りにくいわ。気持ちいいわ。なんで私のことを見てるの。どうしようかな。あ、これ使えるかも。カーテンよ。あ、これももらおうっと。えい。あとは全部固定するだけね。ホッチキスが使えるわよ。行くわよ。このカーテンをつけたら可愛いベッドになること間違いなし。何してるのよ。すごい。でしょ。しっかり結ばないと。反対側もね。ハンモックの出来上がりよ。寝っ転がることができるの。やったー。なんだかつまらないわ。いいこと考えた。ハンモックはもういらない。机を作っちゃおうかな。可愛くなるはずよ。ティーセットがちょうどあったから机に出すわ。可愛い。お茶会へようこそ。召し上がれ。お茶会なんか子供がやることでしょ。私はもっといいことを考えたの。見てなさいよ。こんにちは。どうぞ置いてください。パーティーを開催するんですか。最高な会場にしますよ。最高ね。ありがとうございます。ありがとうございます。早く友達を呼ばないと。みんな久しぶりね。カモン。入って入って。楽しみましょう。何が起こってるの。入らないで。入りたくもなかったわよ。うるさいわね。もう我慢できないわ。音楽を止めて。待ってなさいよ。すぐに解決してもらうわ。騒音です。早く来てください。早い。こんにちは。あっちです。すぐに解決しますよ。ここですか。私はプロなのでご安心を。うるさすぎですよ。いいこと考えた。はい。ありがとうございます。すごく優しいお方なんですね。楽しんでください。今日はいい日だな。本当に調子がいいよ。グッバイ。それじゃあさようなら。楽勝だったわね。また。
うよ。私だってパーティーをすればいいのよね。絶対に楽しいパーティーにするわよ。地球儀があればそんなの簡単。待ってなさいよ。あとは CD。 ちょっと切るわ。指を切らないように慎重に作業を進めるの。いい感じね。キラキラ光ってる。これを地球儀に貼り付けるのよ。こんな感じ。ほら見て、すごいでしょ。あとはかけるだけよ。感動的ね。残りの CD だって使えるのよ。綺麗に貼り付ければいいの。スピーカーはないけどアイディアならあるわ。大好きな音楽を流せばいいの。どう？ん？あ、最高なパーティーね。あっちへ行きましょう。私たちも一緒にいい？もちろんいいわよ。お茶会？やった。そんな。面白い本ね。ライトが必要よ。あれ？電池切れ？あー、消えちゃった。お願いついて。どうしよう。あ、電球がたくさんあったわ。使えそうね。それとも他の何かに使おうかな。まずは床に広げるわ。あとはコードも切るの。できた。あとは電球をつけるだけ。何してるの。あとは飾るだけよ。何よそれ。綺麗でしょ。これで本が読めるわ。私だって負けないわよ。早く注文しないと。こんにちは。早かったわね。私のベッドをきれいにしてくれる？任せてください。世界一キラキラなベッドにしますよ。見てください。ありがとうございます。どういたしまして。あ、燃えてるわよ。あ、私のベッドが。どうしましょう。早く消火しないと。私がベッドを助けてあげるわよ。心配しないで。うまくいったわ。よかった。私の方においで。そうするしかなさそうね。いい雰囲気ね。おもちゃもあるんだ。最高。仲直りしましょう。みんなが大好きな学校。引っ越しはできたわ。でもここ最悪ね。全部壊れてる。どうしましょう。ゴキブリなんか大っ嫌いよ。あ、大きいゴキブリがいるんだけど。あ、いいこと考えた。新しいベッドを買えばいいのよ。こんな部屋にしたいの。今から可愛い部屋に変身させちゃうわ。明るすぎるんだけど。どっかやってくれる？私はこんな部屋にしちゃうわよ。つまんないわね。見てられないわ。おしゃれだと思うけど。可愛いものをたくさん買っちゃうわよ。あ、誰か来た。私の注文かな。どうぞ入って。あ、私の棚。はい、入って入って。すごく幸せよ。白くておしゃれな棚でしょ。いろんなものが置けるの。ベッドは出来上がりましたよ。おもちゃも並べておきました。あと少しで完成です。あとはお魚さんを置いて絵を飾るだけです。そして枕を置いて完成ですよ。ありがとう。バイバイ。さようなら。凄腕のプロなのね。これで最高な部屋になったわ。私すごく幸せ。もうやめて。鮮やかな世界に行ってくるわ。テープで何とかしないと。あれ、何してるの。テリトリーの目印をつけるの。
できた。私の方には来ないで。ハンド、箱を持ってきて。早くして。やっとだわ。蓋はいらない。よかった、黒い板ね。うるさいわね。これはいらない。今使えるのはこれ。ハンド、ドリルを持ってきて。投げて。さあ、固定させるわよ。ちょうどいいわね。私、大工さんみたい。タッカーを貸して。バルダッキーノをつけたいの。数分でできるわよ。今度はデコレーション。紙を壁に貼っていくの。もちろん照明もつけたいわ。ハンド、あっちに行って。何してるの？もういつも問題だらけなんだから。自分で頑張るからどっか行って。綿を壁に貼っていくの。柔らかい壁ができるわよ。あと少しでできるけど、なんだか物足りないわね。ハンド、いいじゃない。確かにスプレーがいると思うわ。灰色の雲を見るとテンションが上がるわ。カーテンをかけたら、不気味な部屋の出来上がりね。見てるだけで怖くなるわ。あとはインテリアね。黒いものと地球儀でバッチリ。ここにはブランコをかけちゃおうと。私って天才でしょ。あれ？怖い音がする。ウェンズデーが演奏してるのね。それならマイクとプレイヤーを出すわよ。かわいい色でしょ。大好きな歌を歌うわよ。ラララうるさいわね。何が起こってるの？あ、邪魔しちゃおうっと。あれ？ What? 電気が消えた。何が起こったの？大好きなダンスをするの。恐ろしいダンスよ。誰のせいなのか分かったわ。待ってなさいよ。なんでそんなに明るくするの？うまくいったわ。ハンド、どうにかしないと。早く。え？やめて。ダメ。離して。触らないでもらえる？ダメ。あ、ハンドが水槽に落ちちゃった。落ち着いて。すぐに行くわよ。まだ生きてる？落ち着いてってば。ほら、ちょっと濡れちゃっただけよ。助かってよかった。助けなくてもよかったのに。すっごく楽しいわ。できた。でもお腹空いちゃった。何か美味しいものを注文しちゃおうと。もうすぐ届くと思う。もう？私の注文ね。こんにちは、入って。冷蔵庫はここに置いて。さようなら。かわいい。何が入ってるのかな。すごい、私が頼んだもの全部入ってる。おいしい。甘いわ。イエッー、私もお腹空いてるの。ハンド、食べたい。何か持ってきて。何してるの？それ、トマトジュースよね。悪くないわ。今度は何？
あ、目玉じゃないの。甘くてジューシーな目は今の気分にぴったりよ。いいこと考えた。イーニッドをびっくりさせちゃうわ。イーニッド、おいしい。何？え？目玉大好き。何してるの？食べ終わったらイーニッドのも食べちゃうわよ。びっくりさせてるだけでしょ。びっくりした？もう知らないわよ。グミを食べ続けるわ。あ、ディスコを開催できるわ。ディスコボールがあるんだもの。朝まで踊れるわ。すっごく明るいわね。ここにかけようっと。もっと光を多くしたいな。さあ、つけるわよ。スーパーディスコの始まり。友達に電話しちゃおうっと。はい。Hello? 新しく買ったものを見せたいの。お家へ遊びに来て。あ、もう友達が来たのね。見て見て、すっごくおしゃれでしょ。写真を撮りましょう。ほら、ディスコボールもあるの。すごい。写真も載せましょう。セルフィー。最高なパーティーね。あれ、何が起こってるの？怖いけど、そーっと見てみるわ。何が起こってるのかな。なんかよ。お化け？早く逃げるわよ。もうそっちには行かない。邪魔してごめんね。鏡とピンクの口紅があるの。メイクするわよ。もっと可愛くなったわ。ハンド？何してるの？スケボー？大丈夫？家に帰るの？バイバイ。小説を期限までに書き終わらないと。あと少しよ。編集者に送れるの。ハンド、邪魔しないで。何の用？見てあげる。今は時間がないの。一人で遊んできて。すっごく鮮やかね。ハンド、どうしたの？追い出されたの？ねえ、やめてよ。何が起こってるの？なんで邪魔してくるのよ。またハンドの仕業なのね。ハンド、こっちへ来なさい。檻の中に入れるわよ。かわいそう。お願い、離してあげて。すっごくいい子なんだから。ほら、私の方に来て。これ以上喧嘩をしないようにしましょう。ね、ハイタッチ。バイバイ。ありがとう、嬉しいわ。やめて。目はすごく優しいのね。